Spinner. Poppin Innovation World Podcast Life Update. 後藤正文がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからはライフアップデート。ノンジャンル、ノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回アップデートするのは前回に引き続きまして、私が主催していますアップルビネガーミュージックアワード2021です。はいね、今年4回目を迎えることができましたけれども、なんかこのね、ショーは僕がね、ある日、夢の中で見たんですね。新人賞を立ち上げる夢をね。それをね、うっかりツイッターにつぶやいたらですね、友達とかから絶対やるべきだと言われてね、自分で賞金を出して始めた賞なんですけれども、はい。去年もこの番組で取り上げていただきましたけれども、昨年のね、グランプリはロットバルト・バロン。今年はね、審査員、去年と同じくですね、日高徹さん、そして元チャットモンチーの福岡明子さんね、そして三原祐希さん、リカックスさんと、そして私と、5人でですね、こう、まあ、いろいろ選考会を開きまして、このアップルね、ビネガーミュージックアワード2021、はい、大賞が決まりましたけれども、4年目はですね、なんと大賞が2組受賞しましたのは前回お迎えしました。ビームさんと、この方、今回ゲストで来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、ピチピチロックギャルラブリ様ちゃんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ね、アルバム、かっこよかったですよ。ありがとうございます。ダサードサマーオブラブ。はい。はい、僕ね、CD 買って。セルフライナーノーツとかも読んで、ちょっとあとロンドン旅行記も、ね、ごめんなさい。いやいや、なんかね、良かったですよ。ありがとうございます。手書きの歌詞とコードが書いてあるやつとかも、はい、なんか僕自分が好きだったブラーのね、パークライフってアルバムもね、そういう表記になってて、そうですよね、そのこと思い出したりとか。うわー、そうなんだ。ありがとうございます。いや、良かった。本当にかっこいい。自分が好きだった90年代とかの UK ロックとか、ちょっとアメリカっぽい匂いも少しあるけど、どっちかというと UK ロック強めの匂いが、そこなんかね、懐かしいんだけど、はい、今っぽいなとも思いつつ、なんか新鮮に聞けましたね。ありがとうございます、うん、そうそう、ライナーノーツのね、歌詞の解説を読んだんですけど、じっくりね、それを読んでもう一回聞き直してみても、はい、そんなにこう歌詞がベタベタ入ってこないところもいいなと思って、その音楽として聴いちゃうみたいな、洋楽聴いてる時に近いみたいな。なんでですかね。なんかその割と、あ、これこんなこういう曲なんだとか、1曲目からなんか結構重たいテーマ、はいはい、うん、なんかその突然スーパースターになったりしないみたいな、結構なんか割と私たちの日常で淡々続いていくみたいなことを歌ってるけど、そんなにこう辛辣に入ってきたりしないし、そのバランスが独特だなと思いました。 ありがとうございます。嬉しい。気にしたんですか、そのボーカルの、なんとなくもう一回こう、なんかいやらしい聞き方ですけど、ミュージシャンとしてミックスエンジニアの一人として聞いたりすると、あ、今だったらもうちょっと歌大きくするとかいう選択肢もあったのかなとか思いながら聞いたけど、あのぐらいの演奏とボーカルのバランスって本当に自分たちが昔好きだった洋楽のバランスだなと思うし、はいはい、そこがなんか2021年のボーカルデカめの時代とは少し違うっていうか、そんなに考えてなくて、こうミックスしていただくじゃないですか、はいはいはい、あとそのミックスしていただく前に、これこれこういう感じのミックスを想定してますっていう、なんか資料を作ってお渡ししておくんですけど、参考音源とか貼ってあったりとか、はいはいはい、でそれを元にミックスしていただいて、それ聞いて、でかいなって思ったら下げるみたいな、感覚的にね、はい、そうなんですね。面白かったのがライナーノーツ読んでて、これ凶暴な音にして悪い音にしたいから、はい、ファズ5台重ねたみたいな話とかすごいそうですいいなと思って、はい、右5本左5本にして、あ、そういう重ね方したんですね。5本も弾いたんですね。すごい、もう、はい、壁みたいにしたってことですね、ギターのね。そうですね。でもギターの音本当にかっこよかったですね。ありがとうございます、でも自分があんま上手くないんで、聞くのが好きって感じなんですけど、はいはい、弾くのが好きっていうよりは。いやー、よかった。でもそのロンドンになんかそのね、ライナーノーツ読んで行ったっていうのもなんかすごいよくわかるサウンドだったんですよね、アルバム。あ、本当ですか、ありがとうございます。あとそれに書いてあったこととか、まあどこまでバッチリ記憶してるかわかんないけど、僕もね、ロンドンに行ってブラーのなんかコード感とかが、あ、
この街に住んだらああいう曲になるかもしれないって、そうですよね、すげえ思ったんですよね。わかります。めちゃくちゃこの街と音楽ってすごい関係しまくってますよね。そうですよね、うん、なんかあの街の雰囲気だから UK ロックって大音になるのかなって思ったりして、うん、そういう意味ではどうですか、ラブリーサマーちゃん的には。はい、東京で音楽を作ってるって形容しちゃっていいですか。あ、どうぞどうぞ、はいはい、お願いします。東京と自分の音楽の関係性ってどう思います。すごい気迫だと思います。あ、私シーンみたいなのに入ったことがなくて。確かにそうですよね。はい、流行りとかあったじゃないですか、うん、なんか東京インディーとか。はい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 、はい、まずなんかまあ若くてちょっとパンクな感じの勢いのあるバンドがよく対バンしてる集まりとかもありますけど、うんうん、私なんかそういうのに全然属したことがないので、うんうんうん、なんかどこどこのバンドみたいなのがなくて、うん、多摩地方にある家出身って感じなんですね、うん、なるほど、自分の部屋出身みたいな、ね、そうですわかる気がする。あ、それすごいいい表現だな。うん、面白い。僕もあんまりなんかね東京に帰属したことないんで、うん、すごい昔東京のバンドって言われたらなんかあの違和感があったんですよね。へえ。あとはなんて言うんだろう、出稼ぎに来る街って感じだったんで。はいはいはい、かっこいいなそれバンド自体もその横浜でリベースがあって、うん、そうですよね。そうそう、だから下北とかはもうなんかその音楽を聴いてもらいに来るみたいな。あー、へえ。当時はだから僕もねどこのシーンとかよく分かんなかったですよ。そのまあラブリーサマーちゃんの方がまあそのなんて言ったらいいんだろう、宅録ベースというか、まあ、楽曲作るとこから最初スタートですよね。そうです、ライブってね、はい、そうなってくるとやっぱあれですよね、シーンとか確かになんて言っていいか分かんない距離感っていうのありますよね。そうなんですよ。うん、でもそういうのどうなったんですか、その肌から見てて。なんか最初はちょっとなんか羨ましく思う気持ちもやっぱあったんですけど、うんうん、私がその音楽やり始めた時にちょっとインディーロックっぽいのが流行った時期もあったんですよ、うん、はいはい、ワイキキビートとか、うんうんうん、なんかデイグローとかも、はいはい、もう全部ひっくるめて、うん、あとなんか三つ目とかシャムとか、はいはい、あとはもう誰だ、もうなんかそこにただスカートとか、そうそうそう、なんか、はい、もうスカートとワイキキビートって違うじゃないですか。全然違いますね。全然違うのに、うん、なんかこことここは仲良しみたいなのでなんかどん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 繋がっていっちゃって、うんうん、なんていうんですかね、音楽性は全然違うにもかかわらず東京インディーみたいな名前がついて、うんうんうん、若いバンドがもてはやされてる時に、え、私が一番インディーですけどみたいな気持ちで、なんで入れてくれないのかなってその時はすごい羨ましく思ってましたし、ね、絶対名前なんて信用してもやるかって思いました。あのラベリング、はい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 、ジャンルみたいな、ラベリングしんどいですよね。あ、しんどいですか、されました。僕は最初ロックじゃないって言われましたよ、すごく。何それ、うっそ、アジカンなんてロックじゃないでしたよ最初。じゃあなんて言われてたんですか。なんなんでしょうね、だからまあなロックではない 何かだったんだそうなんですよ。でいつの間にかなんかロックの、はい、なんか悪しき権限みたいになってるかもしれないですけど。何それ。でもやっぱブランキージェットシティとか、はいはいはい、ミシェルガンエレファントがロックで、あとやっぱナンバーガールイースタインスが出てきて、うん、その皇族としてのアジカンはまあなんかフェイクだみたいなイメージありましたよね、持たれてたというか。すいません、なんか全然存じ上げてなかったです、そういう流れ。なるほどね、へえ、そんなことがあったんだ、教えていただいてありがとうございました。いやいや、だから僕なんかあんまりね、なんかロックバンドやってますけど、はい、ことさらにこれはロックかロックじゃないかとか言ってる人あんま好きじゃなくて、昔から居酒屋とかでそういう話する人、あ、なんかありますよね。何なんでしょうねあれね。この間なんか半年ぐらい前に、うん、パンクか田舎論争がなんかツイッターですごい巻き起こってましたよね。割と頻繁に起こりますけど。あ、それでも俺中心にいたかもしれない。嘘、うん、なんかあのジョン・ライドンがなんかトランプ支持をして、はい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 、これこそがパンクだってつぶやいた文化人がいたんですよ。ああ、それだそれだ、それ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 です。それででも俺なんかそういうことじゃないんじゃないかなと思って、うんうんうん、パンクって俺の思うパンクじゃないなみたいな感じでつぶやいたら燃えちゃって、だから、あ、ごめんなさい、そうだったの、あれゴチさんのやつだった、火付け人かもしれないでも僕はだからそうだ、パンクがどうかってわけじゃなくて、なんかそういう風に
語られた時嫌だったっていうのありますね。うん、その形骸化しちゃうじゃないですか、はいはいはい、ファイティングポーズそのものがパンクじゃないから。そう、それについてはなんかパティ・スミスがと自由であることだって言ったのが私にとってパンクはっていうのは、あらゆる固定観念とかレッテルから逃れて新しいものを作って自分の居場所をクリエイトすることだ、それがパンクだって言ってた。すごいかっこいい。だから私にとっては、ランボーもパンクだしモーツァルトもパンクだって言ってた。あ、それ聞いたことあるな。超かっこいいなと思って。かっこいいですね。そうそう、だ自由であることだ。でもそう言われたらすごいしっくりくる、うん、でトランプ支持したやつのそのなんかセックスピストルズのなんだかなんだか知らないとか言って怒れちゃうかもしれないけど、うん、そういうなんかそのひねくれたみんながこうだから俺は逆言ってやるみたいなことがパンクとは俺は思わないというか、うんうん、だから炎上しちゃったんですけど。なるほどね。ロックの反対語として、はい、僕らの頃はねポップみたいなのがありましたよ。そういう語られ方してました。なんかそれキングオブポップのなんかで読んだな。大体かっこいいロックバンドみんなポップじゃないですか。ですよね。ポップというかキャッチーというか、だからまあまあ捨ておいていいんじゃないですかね、そういう言説みたいのは。いやそうですよね、うん、だからなんか一つの言葉にこうの定義付けをやいのやいの頑張るの、うん、意味あんのかなって私は思ってるんですよね。ラベリングとかジャンル分けのなんていうんですか、フォルダのお前らの用意してるフォルダでかすぎって思うんですよね。そうそうそう。もっといろいろ細かいのに。そう。そうそう。あ、そう、だからね、この審査の時に話したのは、はい、ラブリーサマーちゃんって、めちゃくちゃアルバムいいんだけど、一体どこで語ってもらえるのかしらみたいな話はして、うん、ラブリーサマーちゃんを熱く語る場所って、はい、なかなか用意してもらえないんじゃないかみたいな。いや、そうなんですよ。だからこのショーで、この作品の良さを話すのは意味があるよねみたいな話になって、うわーありがとうございます。そうそうそう、だからそういう意味ではだからみんなフォルダに分けたいみたいなそういう欲求みんなあると思うんですけど、そのフォルダ分けみんな難しいって思う音楽というかね、うん、なんて言ったらいいんだろう、これじゃ J-POP じゃないでしょみたいな、うん、サウンド洋楽みたいだけど、まあ、もちろんこれ洋楽じゃないわけで、うんうんうん、じゃどこでこの作品のこれ素晴らしいよねって話するのかしらっていうのはね、はい、本人もそうなのよって言っていただきましたけど、やっぱそうですよね。もう全然なんかありますよね、シーンの中ですごいこいつらの新曲めっちゃいいぜみたいな盛り上がりとかありますよね。怒ったりしてますよね、うん、仲良しがいると、うん、なんかそういう受け皿が全然なくて、うん、あのお客さんのツイートをいいねするっていう、はいはいはい、ことしかないですね。お客さんはすごい褒めてくれる人たくさんいるんですけど。じゃあこれいいアルバムですよ。ありがとうございます。まあそれ対象に選んみんなで選んだんでそうなんですけど、はい、本当に嬉しいです。みんな一票入れたんで、まあまあ満場一致と言ってもいいんじゃないですか。え、そうなんですか。はい、エリカックさんも三原さんも多分確か、はい、ほぼ全員3枚ずつ選んで話したんです最後ね。え、嬉しい。みんな一票ずつ入っていてみたいな。でもなぜかリカックスさん私が10代ぐらいの時から知り合いなんですよ。へえ、すごく不思議。私がちょっと電子音楽の周りに出入りしてることが結構多くて、うんうんうん、若い時に最初でもなんかそういうイメージでした僕も。いやそうですよね、うん、自分の作った曲のパラデータをあのタダでダウンロードしていいですよって言って置いといたら、うん、なんかまあリカックス周りさんの人たち、うん、5年ぐらい前にリカックスのさんの周りにいた人たちがすごいリミックスしてくれて、それですごいクラブでかかるようになったんですよね、うんうん、僕なんで存在知ったのかな、ソカベさんとかかな。あ、うん、なんでなんか皆さん私のこと知ってくれるんですかね。誰が初めなんだろう。でもなんか多分ソカベさんが最初のような気がしていて、自分の記憶をたどるとですよ。 あとクルリの岸田くんも前作とかでいいってツイートしてたような記憶が、違ったら怒られるかな。いや、まあ、岸田さんはもう結構前からですか。私がアルバム出す前ぐらいからスピードスターで一緒だったんですよ。あ、そうなんですね。はい、で、あのその時にちょっとご挨拶させていただいて、くるり大ファンなんですけど、はいはい、あの音楽作ってましてよかったら聴いてくださいってお渡ししたら、はい、もうそれ以来すごい褒めてくれます。はいはい、岸田さんが最初なのかな、かもしれないですね。いやでもなんかこれを機にもっとみんなラブリーサマーちゃんの魅力について語ってほしいですよね。いや本当そうなんですよ。だからもう今日このなんて言うんですか、審査委員からの総評がもうすごい楽しみで、あ日高さんとかもうなんか
いい加減なこと言っちゃいけないけど、まあ、フェスとかでも絶対このアルバムの曲とか聞きたいよねみたいなこと言ってましたけどね。僕もなんか普通にフジロックとか連想なってる感じ思い浮かぶような曲ばっかりでしたけどね。ありがたい、うん、バックのミュージシャンとかと日高さんは近かったりするんじゃないですか。あ、そうですよ ね、うん、そうだな、確かに。ありがとうございます、嬉しい、全然人から言われなかったんですよ、いいねみたいな。もうお客さんとバンドメンバーとマネージャーが褒めてくれるぐらいだったんですけど、はあ、嬉しいですね、人からいいって言われるのは、ね、しかもごちさんにっていう褒められるの嬉しいですよね。いや本当嬉しいです今、うん、ありがてー、はい、いいですね、認められるってね。なんか賞レースとか順位つけるやつとか点数とか、うん、勝ち負けとか、うん、本当に興味なかったんですよ。はいはいはい。でなんか毎回ベストアルバム10とか、うんうん、みんななんか発表するじゃないですか、うん、年末に、うんうん、なんかあれとかもなんか普通になんかああいうやり方をしてみんなこぞってやらなくていいのではとか、うんうん、雑誌とかもなんかランキングとか点数とかつけますけど、それ何基準なのって思ってたんですよね、はいはいはい、あの雑誌とかのランキングって、うん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 、一番聞かれたランキングとか数字で割り切れるものだったらできると思うんですけど、うん、誰がどうやって1位から100位まで決めてるのか謎じゃないですか、うん、確かに。それはちょっとなんか雑だし、うん、その年に出したアーティストにもかわいそうじゃないのかとか思って、うん、嫌だったんですよね、うんうん、これあれですね、アップルビネガミュージックアワードで大賞って知った時に嬉しいなって思ったのは、うん、やっぱすごい個性があるじゃないですか。この人たちがこうやってこう思ったからこれこれこうなりましたっていうの全部すごい透明化されてるじゃないですか、うんうん、サイトで。そうですね、僕らも一応責任を負うってことですね、評価したね、はい、うん、だからなんかこの人が選んだんだっていう基準がすごい明確だし、うんうん、皆さん選者もねすごいいいし、それだったらもうその対象なんてめちゃめちゃ嬉しいよって気持ちになりましたね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。難しいですけどね、例えばもう本当に相対的には評価できないですもん、例えば、うん、そうですよね、うん、ラブリーサマーちゃんのアルバムとモーメントジュン君のアルバムどっちがいいなんていうのは、うん、本来は比べようがない。いや本当そうです、あることなんで、はい、そうそうそう、だからまあ10作はもう全部いいよねっていうとこから、ね、うんうん、もちろんそうですよね、初めてね。でもね、僕ね意外とこのアップルビネガーミュージックアワードをね、はい、主催してることってすごい罪悪感があるんですよね。なんでですか。なんでかっていうと、これ権威の側に立つんですよ、どう考えても。まあそれはそうですね、だからこれはねすごいね不遜な行為なんですよ、この誰かの賞をねこうランキングしようとか格付けしようっていうのは。審査員の皆さんもそうだと思うんですけど、いや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 みたいな気持ちが少しある。だけどなんて言ったらいいんだか、とはいえさみたいな、うん、日本を見回してみたいな、そのアメリカとかグラミーがあって、うん、問題あってみんな文句言うけど、例えば人種の問題とかね、うん、ジェンダーの問題とかどうなのよって。でもそういうことを投影できる賞があって、みんなが話すことができる場があるっていうのはすごい素敵なことだと思うんだけど、日本の場合、まあ、そのどの賞とは言えないけどないじゃないみたいなっていうのがあってね、初めて。だからすごい毎年ね胃がキリキリするっていうかね、なんかこんなこと早く逃げ出したいっていう気持ちを持ちながらその賞を選んでるというかね。難しいですねこれね。だからなんで俺の作品10枚に入ってないんだってムカついてる人いっぱいいるような気もして。まあそりゃそうですよね、うん、これの根っこはゴチさんが好きで選んだっていうことから始まってますよね。そうなんですよ、だからその正夢で見たっていう、正夢にしちゃおうっていうのと夢で見たことを、あとはなんかね一つのあれとしてもう賞金を渡すっていうのはもう一つのね大事な柱というかね、自分でお金出して、僕10万しか毎年出せないですけど、ちゃんとお金を出して次の作品につなげてもらうような賞にしたいっていうのがね一つの。だからなんかあと、うん、自分でやってるとね本当にあと20万円あったらとか、この機材が一つ増えたらってことで広がるアルバムのなんて言ったらいいんだろう、ちょっとした音の良さだったりとか、はい、シンセ1台買ったら曲が5、6曲できちゃったりとか、そういうところになんかね回転を与えたいというか、本当になんか大きなテレビ番組みたいに
何千万とか何百万とか集めたりできないけど、いいパスを渡したいみたいな。ありがとうございます。まあ別に何使ってもいいんですよ、はい、面白いのか人それぞれで、きっとフレッシュの君とかにも特別賞で賞金渡した時に何に使いますかって言ったらね、はい、あの子供生まれたんで自転車買いますって言ってたのも俺はそれもいいなと思ったの。私椅子買いますよ、あのデスク用の椅子買いたいです。ちょっとね、はい、あのそれは制作にかなり関係してきますよ ね、 なんかね、はい、肩が詰まってきちゃいますもんね、打ち込みとかしてるとね、はい、痛くて痛くて、うん、でもなんか本当にちょっとした自分の作曲とかのモチベーションとかにね、つなげてもらえれば賞、はい、としてはラッキー、嬉しいというか、心の糧にしたいですね。でもあれですね、なんかあの話す場があることが、うん、もういいことだと思うっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、それに私すごい、原発の反対のフェスとかやられてたじゃないですか、もうあれと同じことなんだなって思いました。トピックスをとりあえずこの場に提供するっていう、うん、場に一石こう話題を置くっていうことですよね。そうですね、それってできる人すごいいないですよね。私そういうとこすごい尊敬してます、本当に。いえ、とんでもない。話すことができる場所とか、だってか場作りって結構大事かなみたいなね。そんなんできないですよ、すごいな。いやいや、でもありがとうございます。いやでもその後はね、あ、いやいや、参加した人のものになっていくというか、みんなで作るもんなんで場所って、そうすることで豊かになっていくかなっていう気持ちがねありますけどね。なんかもうちょっとまとめていきたいんですけど、すいません、ごめんなさい、結構喋ったなって感じです。いや、本当すいません。いや、とんでもとんでもない、はい、どうですか今でも、なんかツイッターとか見てると、はい、新しい作品も作ってるような見たいですね。なんかまだあのその話し合いは始まってないんですけど。あ、そうなんです。なんかね、はい、いろいろ怒りとかも、はい、まあ、見えつつ、すごい怒ってます今でもどうですか、その自分のね、この割とコンセプチュアルというか、すごいギターロックの作品、はい、僕はすごいロンドンの自分が好きだった青春時代に憧れて始めた音楽のこといっぱい思い出しましたけど、うん、この先ね、どんなものを作っていくのかすごい楽しみですね。あーねー、うん、割と変幻自在なイメージもあるというか。あ、なんか多分ちょっと器用だと思います。うん、なんかパッと決めたらそっちに走っていけるみたいな、はい、うんうん、バンドじゃないからある種のサウンド的な自由さもあると思うし。そうですね、うん、ファットボーイスリムになりたいですね、はい、今は。はい、まただいぶねいいな、その軽やかな、なんか身のこなしがいいですね。あ、本当です。そうしてしてほしい気もします。なんか、はい、このアルバムを機に、いやギターロック最高ってわーって寄ってきた人に、次ファットボーイスリムを出すとなんかまた面白いじゃないですか。はい、なんかそうですよね。それなんか裏切りつつ答えてほしいみたいな。あ、でもアルバムって6曲以上とかだから、うん、1曲ファットボーイスリムで2曲目スマパンとかでも可能ですもんね。そう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 、そうですよね。なんとなくシーンが撮ってれば、今回のアルバムだっていろんなところは多分参照してるでしょうけど、はい、最終的にこう一つのまとまりになると、ストーリーがあるようにというか、サウンド的にも説得力が、あ、塊として入ってくるというかね。楽しみですね。でもなんかすごい遠慮せずに、なんて言ったらいいんだろうな、自由なことをやりながら、スタッフに文句を言いながら、はい、あの、なん突き抜けてほしいと思いますけどね。ありがとうございます。でもゴッチさんもたまになんかおっしゃってますけど、はい、なんか誰々に怒ったとか、うんうん、誰々にこういう風に LINE したとかおっしゃってますけど、あんま周りの人への不満って SNS で言わない方がいいと思いますか？どう、謎、すごい謎な質問しちゃった、ごめんなさい。いやちょっと、いや、でもね、どうしたらいいのかなっていうのは、その本人がそれで精神衛生が保たれるんだったらやってもいいと思います。なるほど。あの、なんかスカッとしたりするんだったら、ただなんか旗から見てると、ラブリーサマーちゃんめんどくさくねっていう想像を勝手に持たれる可能性もあるのかもなって。いや、そうで、絶対めんどくさいと思われてるし、うん、でも実際めんどくさいんだから仕方ないじゃないですか。それもわかる。っていうか僕もね、めんどくさいと思われてるんですよ、すごい。ですよね、うん、でもゴッチさんと私をこう並べるのはちょっと申し訳ないですけど、うん、何か提言したい対象が、うん、何かのシステムだった場合、うんうん、私のディレクターマネージャー
じゃなくて、こう、システムに文句言ってる場合って、うん、業界全体が共有してるものだったりするじゃないですか、それ。はいはいはい。そしたら、文句言うことによって、考えてくれますよね、ちょっと周りの人は。わかります、うん。そうですよね。うん、みんな考えたらいいよと思うんですけど、僕も昔コピーコントロールディスクに対しての文句とかをチクチクブログに書いてました、はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、僕はブログ形式で長文形式で文句言ってましたね。でも私はブログやった方がいいのかな。ツイッターって140字ですからね。いやでもあれはなんか怒りのパッションが、はい、まあ、良くも悪くも伝わるし伝わりすぎるみたいなのもあるから、うんうん、あ、そうですよね。でも上手に使ったら、あ、本当に怒ってんだなっていうのは分かるじゃないですか。はい、うん、ブログだって一回整理されるんで、あー、なるほどね。その良し悪しはありますよ。はいはいはい、そっか。リズムで切れるみたいなこともできるけど、パッションは書いてるうちにそがれちゃうというか、1時間かけて書いたブログにそのなんて言ったね、怒った時の頂点の怒りはもうなくなっちゃうっていうかね。スピードがもうないっていうことですね。そう、初期衝動なくなっちゃう。初期衝動、ブログには初期衝動ないですよ、やっぱ。そうそう、だからなんかね、ツイッターの方がその怒りのあれです、直線的だから。あ、まあそうですね。だからでもあれなんじゃないですかね。吐いてる、怒りを向けてる先が、今言ったように、システムの側だったりすると、こう、わかるっていう人もいるだろうし、個人攻撃みたいになんなければいいような気もしますけどね。あ、特定されなければ。そうですよね。うん、でもなんか最近は僕ツイッター結構遠慮気味にしてきました。なんか、え、マジですか、うん、なんかあったんですか。いや、 なんだろうな、わかんないけど、この間なんかね、10年前ぐらいのツイッター読み返してみたら、はいはい、うわきつそう、マジこいつ嫌だなと思った。だからね、そうそう、よ、あるあんまり余計なことも言ってるんだなと思って、うんうんうん、だから思ってること以上に、私読み手が書いた文章を音声にして立ち上げ直すので、うん、僕が言った以上の語気の強さで読み上げる人もいるかもしれないと思うと、確かにな、危ない。音楽だったらもう撮っちゃった分それを音で再生される、うん、でもこれでもまだなんて言ったらいいんで、そういう聞き方あるみたいなこと言い出す人とかいるじゃないですか、作品だから。言葉に関してもそういう誤読っていうのが山ほど転がってるなっていうのは、もうなんかここ十何年もやってみて、10年ぐらいやってみて、ツイッター読み間違えられる可能性のことの方が怖くなっちゃったんで、だから大事なことはあのブログで書こうと思いました。いや、そうですよね。そうそう、しかも最後まで読んでくれなかったりしますからね、はい、あのツイッターは、はい、なるほど。というわけでね、はい、ライフアップデート、はい、すごい面白い話でしたね。なんかね、はい、こんな話ラジオでしていいのかみたいな楽しい話でしたけれども、はい、今回はプルビネがミュージックアワード2021大賞を受賞しましたラブリー様ちゃんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ポッパンイノベーションロディーラー on 81.3 J-WAVE